芸の子は勇者だ。どうも皆さん、こんにちは、日野です。皆さんツイッターやってますか？ということで、皆さん実は最近とあるゲームが X で話題になってます。 X っていうとね、まあ、僕15万人いる YouTuber なんで、こんな感じで毎日お話ししたいですとか、変わったねとか、海外勢からも DM が来てるんですけど、最近ねこういった DM がツイッター上で話題になってます。突然のスパム失礼します。失礼するな。2024年8月26日、日本時間15時、我々 X プレイゲームの作り上げた新作戦況ファンタジー天狗の冒険をリリースしました。もしご意見を聞かせていただければ嬉しいです、という風なね、スパムを自認してゲームを宣伝してくるってことがあって、ツイッターでね突然のスパムで調べると、こんな感じにもう分単位で突然のスパムっていう DM が来て、草みたいな、なんだこれはみたいな感じで話題になってるんですよ。しかしこちらのゲーム、ウイルスかもしれないし、ちょっと入れたくないよね、こんな DM の突然のスパム失礼しますとか言ってきたやつから送られてきたゲーム。ということで、皆さんの代わりにね、今回はこちらの最近 DM に来る謎のスパムゲーム天狗の冒険をプレイしていきたいと思います。もしご意見をいただければ嬉しいですって言ってるんで、いいよって返しておきましょうか。ということで、こちらが例のゲームなんですけど、天狗の冒険、ダウンロード数100以上。ガチ誰もやってないじゃん、あんだけスパム来てるのに。ちょっとね、レビュー見てみましょうか。星3の人。だからこの人ちゃんとやってそうだね。ツイッターでの勧誘がありましたが、レビューされてる皆さん悪徳だと言っておりますが、興味がなければ削除していただければと書いてあるので、そこまで悪徳だとは思いませんでした。これからダウンロードしてみます。ダウンロードしてからレビューしてほしい。おそらく運営側っぽい人から、X の DM でわざわざ宣伝されました。怪しいので気をつけてください。などなど。やっぱりみんななんか、ここの数日の間、DM で勧誘されてるっぽい。なんかさ、死ぬほど広告が回ってくる広告ゲーム、機能伝とかね、なんかいろいろ広告詐欺ゲームありましたけど、スパムから始まるゲームって初めてじゃない？ちょっと。ということで、実際にインストールしてやっていきましょうか。ということで、開きました。今回ね、これ、マジで案件とか何でもないんで、本当に本音でクソボロクソ言います。なんか注意事項みたいな書いてあるけど、海賊版ゲームをプレイしない。このゲームの海賊版ゲームって存在するの？なんか、ログインしないとできないシステムっぽい。いや、ちょっとこれめんどくさいな。メアド登録したらめっちゃ来そうじゃない？ちょっと。そこも怖い。超スパム来そうなんですけど、みんなのために、一旦登録しますか。ということで、登録し終わりました。今この瞬間ね、僕のメアドが流出しちゃったかもしれません。で、登録すると回復予告に開ける。深山の修行で偶然見つけた山の遺跡は豊かな霊気が含まれ、無限の謎が秘められているようだった。何言ってるかわからん。何の通知？なんかイベントの通知か何かですかね。やっていきましょう。あ、なんかサーバーがある。あ、なんかいっぱいある。いろいろメンテスムーズ満員。満員になることは多分ないだろうな。まあいいや、行きましょうか。ゲーム開始。登録人数がダメなの？スムーズじゃないのこれ。ちょっといいよ、じゃあ10にしてゲーム開始。お、できた。お、なんか可愛らしいメイプルストーリーのキャラクターみたいですね。ちょっとなんだこのボタン。アカウント切り替え、カスタマーサービス、ここで出てくるの？今じゃなくない？タイミング。あ、女の子のキャラめっちゃ可愛いじゃんこれ。じゃあちょっと可愛っちい女の子のキャラになります。山海入り。デフォで何言ってるかわからん。戦界へようこそ。これから長い修行の道が始まります。戦界には無限の原石があり、原石の封印を解除すると大きな力を得ることができます。これ鮮魚さん可愛っちいですね。それぞれの原石には霊獣が封印されており、呪符を使って原石の封印を解除すると霊獣が姿を現ります。要するにガチャってことですね、これは。ガチャ。あ、なんか、あ、え、なんか、キノコ伝説みたいだね、ちょっと。出陣した霊獣は、戦闘のサポートをしてくれます。より多くの霊獣を手に入れるために、原石の封印を解除し続けましょう。え、これ、これいっぱいなんか出すっていうのも、キノコ伝説じゃない？キノコ伝説ライクゲーか、これ。いらないやつはどんどん逃がしてって、もっといいやつが出てきたら、これと入れ替えるっていうね、装備で。キノコ伝説、なんかキノ伝ゲーっぽいんで、解放、クリックしまくりましょうか、これ。あ、なんかいっぱい出てきた。別に今、課金したいっていう風な、ゲーム性も何もわからないんですけど、課金の誘いが来ました。で、なんかさ、このゲーム言うてもキャラ可愛いね。全部キャラは全部可愛い。メインクエストを62件クリアする。ちょっとだいぶ先だな。え、これ何をしてるのこれは。何ゲーですかこれ。これなんかプライバシー見たらやばいこと書いてあるんじゃないか。ちょっと怖いんですけど。私たちはどのように委託共有移転及び公開開示するか。あなたの権利。私たちはどのように子供の個人情報を処理するか。ちょっと怖いよ。え、なんかやばそうじゃない？大丈夫かなこれ。もしかしたらね、この動画出したら、この X プレイにこの動画消されるかもしれません。ちょっと怖いわ。もうすぐ終わると思ったら、呪符増えちゃった。押さなきゃよかったな。ちょっとチャット見てみよっか。こんなゲームでもやってる人いるんだ。こんにちは、誰かいるかな。桜井朱里っていうらしい僕は。まあ一旦宣伝しとくか。日野って名前で YouTube してます。見てね。これでよし。
お、サーバー開放祭り。なんだこれ、新しいことができるのか。なんかいろいろもらえますけど。あ、なんか増えた。一気にメニュー増えましたね。申し訳ないけど、今のとこ、ゲームとしての楽しさ見出せてないんだけど。え、これ押すだけ？ちょっとそんなはずないよね。さすがに引いてなんか戦うとかありますよね。本当に言ってる？これ考案した人はこれで金が稼げると思って作ったのか。多分これ、スパムするのに金かけまくって、中身に一切金がかかってないこれ。お、なんか進んだぞ。レンタンが解放された。やっと戦え挑戦。お、戦闘開始。5ラウンド後に戦闘スキップできます。やっとあんだけいっぱいポチポチしてやっと何かが始まった。秒で終わるな。これ2倍速にするためには課金すれば2倍速にできるんだ。どんどん出てくる。進んだ進んだ。え、かわいい。このゲーム、これデフォで最初からつけた方がいいんじゃないか。なんかもっとキノコ伝説参考にした方がいいと思うよ。次のステージへ、まあ、基本的にキノデンですね。強い仲間をどんどん引いてってレベルを上げてで課金する。そしてこうステージを進めていく。これって多分なんか中国とかで流行ってんのかな、このゲームスタイル。結構システムがまんまキノデンですもんね。まあ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 、いや、よかった。ずっとあのままだったらもうガチャを引くシーンだけでこの動画終わるところでした。キノデンなんだかんだおもろかったんですよ結構。だからちょっとずっとあれをここでやってくれればまた違うかもしれない。このゲーム開発してる X プレイの方見てましたらね、キノコ伝説まんまパクった方が面白いですよこれ。ぜひ案件ください。ということで今回はツイッターで話題になってる突然の DM スパムゲー天狗の冒険を実際にプレイしてみました。皆さん、このゲームより世の中面白いものいっぱいあります。自分のね大切な時間を無駄にしないように生きてください。ということでこの動画いいなと思った人はチャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。